エンサイ、エンサイ、1919年から1979年は中国の作家、小説家。本名は各ただしかど。エンは筆名。他に、理活ことなどの筆名もある。両年賞新洋史の出身。エンは青年時代北京に流亡し、中国共産党の地下活動に参加すると同時に創作活動を始めた。エンの小説は、 中国東北部の林恩治育における人々の生活を反映しており、当時多大な影響があった。1919年遼寧省信新陽市に出生する。イレンは5、6歳の頃より、私塾に通い、啓蒙教育を受ける。性格は科目で、本好きであった。7歳の時法典勝立、第一小学校に入学する。笹口家戦争の法典派の勝利に伴い、父が、 北平王を元水す府上校副官に任命され、伊レンは母と共に移住し、館内の小学校に移る。北伐後、父と共に、新洋に戻り、法天省立、第三小学校に就学する。小学校時代の成績は常に優秀であり、低学年から高学年までの成績は毎回トップであったと言われる。この頃から読書に没頭し、当時流行していた。 文学週刊誌、紫羅蘭、礼拝録を読む。高学年時には、武教小説、人情本を単独し、三国誌、水古伝、コーロームは繰り返し通読していた。イレンが11歳の時母縁士が亡くなる。蓮や同国するイレンと対照的に、夜半笑い声をこぼす、女系親族たちを目の当たりにしたイレンは、このことを契機に、不可解な事柄について、 独自に施策を深めることを始める。また、母の名字を記念するために、後に筆明を、エンとする。1931年秋、竜城湖事件に橋を発し満州事変が起こる。日本の侵略により、新洋氏は占拠され、イレンは退学を余儀なくされた。実際に、日本軍による住民の殺害を目途した、イレンは彼に最も影響を与えた。 国語教師の講師にかつて手紙を書くが、罵倒されて終わった。イーレンが12歳の時、独学の末、優秀な成績で信用に史跡法転勝率、第2初級中学に飛び級して入学。この頃、文芸愛好者の同級生と一角者を作り、小雑誌の観光を始める。12の時に、国語教師、大福発に出会う。大使は、 白話で作文をすることを主張した人物であり、当時としては極めて珍しかった。大使はイレンに、魯人の狂人日記と修作人の沢方衆を課す。この二冊を読んだイレンは続いて、油平白の雑判事や、カオルタチオットの陳林と残下衆を単独した。この中でも特にカオルタチオットを敬愛していたイレンは、 カオルたち夫の文体を真似る努力をしていた。二学期始まって間もなく、大使は複数によりよを去った。新民教師は白話による作文を禁止したため、遺伝や白話文が好きな同級生たちは、国語教師の入れ替えを学校当局に要求するも、失敗。また、この時期すでに、日本人教官も学校にいた。秋に、学校で行われた日本語演説会で、 イレンともう一人の学生は、日本語の対話に参加することを日本人教官に強いられたが、打ち合わせ通り壇上で沈黙を5分間貫き通し、日本語使用を拒否する。最終的に二人は大笑いをし始め、日本人教官を怒らせる。この出来事が原因となって、イレンは退学させられる。退学後、イレンは独学と自主独立の生活を始める。感情 式から、史実岩、仏教典から、エッツビソ美騒動筆記、文身堀り流から、詩品、思想など偏りなく様々なジャンルの本を読む。ロシア語の勉強も始める。定期的に読書会を開き、54運動後の進歩主義の文学書籍の交換越読を行う。遺伝は、日本軍にまだ占領されていない北平で学問をしたいとおじに、優うが、許可をもらえず。 半月以上軟禁状態となる。そんな中、友人と、金閣赤で国事についての議論を初心で交わすが、満州国の初心検閲の警察官に、ブラックリストに載せられたことを受け、怒りのあまり友人の孫公駅から15件借り、その日の夜に、北平行きの最業列車に乗る。北平での生活は貧苦を極まり、わずかな手持ち金で貧相な食事をしては街頭を、流浪し、 泥棒にも目をつけられていた。こうした中、街中で遠い親戚に遭遇したイレンは、事業補修学校に紹介されて3年生として、転入その親戚は、信用の家に手紙を送り、家から定期的に生活費が送られるようになった。この頃、同じ寝室の進歩主義の学生、ジョススムリンの勧めより、社会科学系の入門書籍を読むようになる。また、 アプトン・シンクレアの石炭王、途上、すす酒を読み、初めて酒文学作品に接触する。この時の国語教師は、北大の学生で、イレンに社会意識学大公を課した。イレンはこの本に非常に興味があった。このように、社会科学の書籍に強い関心を抱いていたものの、まだ批判能力が培われていなかったほか、資本論の内容を理解できなかったことを契機に、 社会科学の本を読むことを中断し、露人、馬琴、傍順、老舎、定例の著作を再び読み始める。馬琴の海底無と死去の太陽、滅亡などの小説は彼に不思議な感動を与える。馬琴の劇場的でロマンティックな精神は遺伝の心を強くつかむ。露人の小説はよく理解できなかったが、その文体に強く惹かれていた。 1936年冬に12.9運動が勃発し、多くの学生が抗日運動に参加する。芸文中学校は学生の遊説を防ぐために校門を閉鎖するが、遺伝を含む何人かの学生たちは壁を密かに飛び越え、12.9運動と12.16運動に参加する。学生運動を目の当たりにした、園祭は深く感銘を受け、後に書く。 長編小説、もぎぬうに、彼の感受したものを反映する。遺伝は、生まれながらにして病弱であった。そのため、生涯気管子痙攣と過敏性喘息と戦うことになる。1937年の冬、気管子喘息が突然再発する。精神的苦痛が日々増し、強烈な頭痛と、室眠りが2ヶ月間続く。父の要望より、満州医大予備科を受け、 合格するが、医科大学は8年間在籍して、やっと卒業になるほか、日本人学生が3分の2を占めていたことから、イレンは、最終的には入学しなかった。そこで、イレンは、身体的療養のためにも海岸に近く、温泉がある南万熊竹城農業学校で、農業を学ぶことを決意。日々の体調の悪化に悩まされるも、文学への情熱を忘れることができなかった。 病気は悪化するも、創作意欲は増すばかりであった。12月13日園祭の筆明で、短編小説、両三人、12月13日に、母と女を駆け上げ、長春出版の命名月間に原稿を送り掲載される。園祭の小説に見られる深い愛憎と、リアリスティックな描写、及び独特な風格は、文壇と読者の間で注目される。 1938年2月18日に短編小説10日間を命名で発表する。その後、半年間続けていた農業学生の生活を終える。これ以降、演祭は学校に行くことはなく、小中高を卒業することはなかった。新洋に戻り、12月1日に短編小説海岸を新青年1月新年号小説にて発表。また、夜を書き、 新青年2月号で発表。こうして、円祭は若くして、生命の依拠するところを文学に見出し、文学創作を生涯にわたって追求した。19歳の時から、中国共産党の地下活動に参加、公日活動に参加する一方で、創作活動も続けた。円祭の小説の創作傾向は、現実主義的で、東北の現実を題材としたものである。 10月に龍を創作する。この作品は東北部の村地帯における不安定な現実生活と先鋭的な階級闘争を反映する。強度的風格を持つ文章であり、人物の複雑な内面世界や農民の抑圧された生活とそれに対抗する農民の姿を忠実に描き出した。この作品は後に中編小説として河北作家協会出版の 森林の石爆に収められる。九百四十一年、二十一歳の園祭は、何としても、粘り強く生きていくことを実現するために、この一年は手を休めることなく創作活動に、打ち込んだ。一月三十一日に、遠い夜空、二月二十日に、泥沼、四月に、母なるもの、五月十一日に、虫、八月三十日に、人間、十一月十六日に、 一人の一生などの短編小説を相次いで書き上げる。3月にコーチと結婚する。ハルビン左翼文学事件を機に多くのマルクス主に文芸活動家が逮捕される。カンマツミナ王則、寄付などの文学青年が相次いで入国。遠債も敵の密定から追跡されていた。定住の難しさから信用での活動は難しくなる。また、 大連放火団事件が摘発され、園祭は、同志、風岩から放火団の指導部が彼が参加している、遠頭古軍情報組織であることを知る。生活が不安定であると同時に、病虫で常に逮捕される危険がありながら、短編小説を次々と書き上げる。前期創作された短編小説7編を収録した、泥沼が出版される。 本書出版後東北の読者たちに影響を与え、交わり番号に読まれるようになる。そのうち、敵権へ強い読むことが禁止された。遠彩は、北平に移動し、弟のコレタカの家に住む。薬を買うとき、なんとなく塩素酸カリウムの有無を聞いたところ、うがい薬で売られていることを知り、北平の日本軍用倉庫への放火を計画する。ある日、中国大学を通り過ぎるとき、 知人理ただしかに遭遇する。遠彩は彼に宿舎に誘われ、いろいろと話すうちに、遠彩は彼に、計画のことを話す。1942年1月13日深夜2時過ぎに、遠彩は逮捕される。入国後、絶え間なく、拷問を受ける。爪の間に鉛筆を挟まれたり、朝縄できつく縛られたり、十数人に吐血するまで殴打されるなど散々な目に、遭う。 最後に、リタダシカと対面したとき、エンサイは初めて密告者が彼だと知り、怒り狂う。リタダシカは、前々から密定であった。極中1ヶ月半の間、冷水を立てなくなるまで何度も浴びさせられ、肺病と、津田は悪化の一途をたどった。昏睡状態となって、警察病院で応急手当を受けることもしばしばあった。 この間の入国都市の淵に立った経験は1947年の中編小説極中期に書き込まれた。出国後短編小説肺炎と露台を書き、皮肉を込めた言い回しで現実の暗黒面と生活の苦痛を反映する。露台ではある精神病患者の口を借りて以下のように皮肉を言った。ニーチェの最も偉大な哲学的著作は、 文字なき白紙の本だ。人類は故に、それを理解できず、ただ魂たちのみが理解できる。属性の中、こんな文字なき本を書き出してはいけない。どの世人が文字なき本なんかを買うんだろうか。魂の前身、世人は他ならぬ光量のためである。人物は続けてこう言う。空は、とても青い。青のゆえんは、それが世間から離れすぎているからだ。このため、 それはとても愉快だ。23歳の園祭は、知人の紹介から、日本人出資の新民出版社で、文学習慣の編集の仕事を得る。昼間は仕事、夜間は、貝殻の執筆を行う。編集課長の助藤原さんの仕事の関係から、園祭は、遠距文学の日本人左翼画家、久米光一、玉木実ると知り合う。久米光一はまた、園祭に、 左翼画家の小野沢渡るを紹介する。しばらくして、新進作家集の編集に携わり、長編小説、貝殻を第一号として出版。貝殻の出版後、読者からの人気を博し、半年内でもう増撮が決まり、合わせて4回の増撮が行われた。また、演奏は、貝殻の続編、塩も書く。塩は、出版時、 重犬に改名されて出版された。同時に、いくつかの短編小説も出版する。6月に、陳情の人々、7月に、森林の石爆、8月に、町、9月に、杖などを創作。当時の分断が大きく3つの派閥に分かれていた。そんなか、遠彩は自分について紹介したとき、こう言った。どの派閥にも属したいと思わない。私はただ創作。 創作、創作がしたいだけなのだ。5月半ば、日本文学法国会が東京で第2回大東亜文学者大会を開催し、作家の林房を北平に状況把握のために派遣。三大派閥から均一に代表者を選ぶ。園祭は派閥外に組織された万美文学視察団の代表として選ばれた。貝殻は当時最も長かった小説であったため、 第2回大東文学者大会に先行作品として贈られた。貝柄は日本新感覚派の創始者の作家、横光リ一の推薦を受けて副賞を獲得。当時、新民出版社編集家と中国文学研究会の引田春海及び彼が主編の遠鏡文学と仕事上のつながりがあったため、引田春海は、 遠距文学仲間の中園栄介と長谷川博を遠彩に紹介。引田、中園、長谷川は共に芸術史上主義派に属しており、国家主義派に対し反感を抱いていたため、応答亜という名称に対して反感を抱いていた。そのため、引田は貝殻を大敗的風俗小説と称し受賞を批判。中園は貝殻を受賞前に読み称賛した。 そして、エンサイが、新日派ではないことに驚いた。エンサイは日本語を絶対使おうとしなかった。日本語は彼にとって、敵の言語であり続けた。エンサイは日本への見学団に参加することに同意し、同作家の横光理一久米正夫と対面し、安倍友二に接待される。安倍友二は彼に、小説集、旅人を送る。安倍友二が北平に旅行した際には、 演債が彼を接待した。二人の間に文学を介して友情が築かれた。安倍友次は東京大学英文学科を卒業して間もなくして文芸活動に参加。新興芸術派新人として文壇をデビューする。しかし、新感覚派と違うところは彼の主,主義的側面である。長編小説、吹雪では軍国主義に抵抗した自由文人の内心世界を 描き出した。円奏はかつて文学10日第1号で安倍友樹北京にてを発表する。その中で円奏は以下のように言った。文学取材の問題に関して彼は貴重な意見を言った。文学者は決して嘘をつかない。嘘をつかない信念のもとで書かれた作品は良い作品である人間は確かに善の意思がある。今日の文学者はこうした。 善を描きき出すべきである善の存在は嘘ではない。全すなわち美である。そうすると人にとって文学者の両親もまた自明である。この日本文学と知性の最高峰の作家については私はもう彼のことを理解したと言えると思う。またこうも言った。私は彼の文章が好きだ。彼の人となりも好きだ。彼の表情に映し出される。どうしようもなさ。 そしてばくかのアイロニカルさが好きだ。このどうしようもなさ、そしてばくかのアイロニカルさは当時苦悩していた日中の真面目な文学者たちの内面に通じるところがある。貝殻が文学賞を取り、日本と過北の政界から集中放火を浴びる。貝殻は内容的に応答は的ではないことから日本から非難を浴びさせられ、 日本と接触した事実だけで自国から色眼鏡で見られるという身体極まる状況にいた。当時の受賞後の円奏は以前よりも収入を得るようになったが、家庭問題で喧嘩が絶えないほか、身体的健康の悪化や応答は文学賞獲得の罪悪感から来る精神的ダメージは彼を悩まし続けた。そうした状況を後の円奏はこう振り返る。体。 が悪い肺病そして喘息も私の精神を悪くする原因であった。また、秘密の監視も受けていた。道中を歩く際、誰も私に目をくれず、他人を巻き添えにしてしまうことを恐れて、私から挨拶するのも億劫になっていた。そうした重圧の中、内心の痛みは生活上の痛みの何千万倍にも及んだ。私はただひたすら書いた。趣味から書く一方で、 純粋の文学的精神活動は私に自分、そして環境のことを忘れさせてくれる。当時は純粋に文学中の状態に浸っていたこうした苦痛の状況を少しでも緩和するために、遠彩は本も乱読していた。中国語で買えない新書は日本語で読み、わからなくとも強引に読み切ろうとした。フランスやロシアの多くの小説は日本語で読んだ。また、 古代インドのシッタールタについての小説を書くために、仏典や古書も読む。インド的な苦行者の姿に自分を重ねていた。しかしながら書いている途中にヘルマンヘッセのシッタールタを読み、書くのを諦める。スケ・原さんは、遠祭を、こう説得した。釈迦について書くのはもっと年いってからにした方が良い。二十三 4歳はサッカーをする年頃だ。この時の遠祭はまだ23歳であった。24歳の時、潮と凍りついた海をそれぞれ中国文学と中国公論で発表。続いて短編小説、アンハル、ゼッ色、赤ドレスを書き上げる。夏に、河北作家協会が彼の短編小説集、森林の石爆を出版。この年、 第三次大等は文学者大会から大会参加への招待状が来たが体の不自由を口実に辞退した。貝殻の続編、重ぎのを書き上げ、新民出版社で出版。休む暇なく3編の短編小説を書き上げる。文章書店で時間を出版。7月に創作期間の編集でライターのように式と出会う。27歳の時、 農民の偉大な土地改革運動を反映させた、網と土地と、魚と、馬の歴史を書き上げるが、初めて筆明問題にぶつかる。東北文学の一人の編集者が、遠彩は満州国政権で使われていた筆明だから変えた方が良いと助言する。そこで、馬そうよくに筆明を変える。疑瞞作家のリストに、遠彩が載っていた。10月中にずっと会いたかった。 作家将軍と知り合う。11月新ヨークに同後、カールリープ・プクネヒトの発言を目にしたことを機に、正式に筆名を、リカツイに変える。この筆名にはヒムサン階級の思想を克服するという意味が込められている。リカツことが翻訳した日本書籍31歳の時、コーチと離婚。そして、32歳の時に、洋二式と再婚し、生涯ともに過ごした。この頃から、 出版社の仕事の傍らで翻訳にも手を出すようになる。最初に翻訳したのが小林滝路の作品で当生活者を年末に訳し終えた。続いて外文出版社の大振り人氏と合同で徳永忠氏の街を翻訳。この頃も文壇から色眼鏡で見られていた。新観察の編集部が彼に単行の特写に関して書くことを頼んだ際。 失明を変えるように助言する。なぜかと聞くと彼はこう答えた。文芸界では誰もが理科つことが遠彩であることを知っている。あなたの文章が載ると皆あなたを軽蔑するだろう。日本書籍の翻訳なんかも手のほかだ。日本書籍を翻訳するなんてもっと軽蔑されるだけだ。また、1957年6月後に反右翼運動が接見し、 勝つことも目の敵にされる。11月14、15日、両年に一方が作家協会主導に書かれた反右翼文章を発表。題名は東北地区文芸戦線上の闘争。そのうち第三部分の徹底的に反動的感官の文化思想を粛清するでは、遠彩を資本主義階級の先導者と断定し、批判を加える。しかしながら、 仕事関係の仲間や上司の多くは、遠彩の歴史を精査した結果、非常に信頼を置いていたため、遠彩は安心して、編纂活動等を行っていた。九百五十八年四月五日、娘の元々が出生する。九百五十九年から九百六十年の時まで、勝つことと、要2は、関東省委員会の宣伝部門の紹介から、関東省、 玉井映画製作所文学部で編集責任者として従事する。聖成功が台湾の領土奪還の脚本を寄贈したり、講習令の脚本を創作したりした。また、北平における抗日活動を題材に施設芸春を書き上げる。配置映画製作所文学部の招待を受け、配置映画製作所で脚本、要請部を書く。彼は、 東北華境の住民への愛に浸り、東北抗日連軍への敬愛を胸に日々侵食を忘れて仕事に従事する。妖精羽は4項を書き、鍋で40万字。脚本への評価は総じて高かった。1961年の日記では次のように言っている。妖精羽の燃え上がる英雄の炎は私の魂に火をつけ、再び灯してくれた。 私は自信を持てた。私はまだ書けるのだ。また、1962年7月に映画協会のもう広しずりに応えるために岩崎明の日本映画史の翻訳に従事。さらに、1週間の時間で脚本、鬼神ンの如しを書き上げる。しかし、季節の関係で撮影が一時中止した。1966年、文革16条がされ、 落葉の街頭で書籍の焼却も行われていたため、勝つことはいち早く蔵書を保護することを考えて、全書籍を落葉図書館に寄付した。この頃、全息の併発症として、肺気腫が発症したり、肺精神にかかるなど病気が相次いで、勝つことを襲った。ある時、既得状態になるが、政治工作幹部の伝言から、病院は治療することを拒む。妻、 用氏が当番している東北道教の医者に、再三懇願の末、やっと、かついに天敵を撃つなどの対処を行った。退院後、水の量によって翻訳された、バルザックの農民を翻訳。1972年から1974年の間、彼は、玉江映画製作所に仕事の分配を要求するも、結果は実らず、逆に誹謗中傷を受けていた。 そして、彼は空き時間を使って、前々から書くことを決めていた140万字の四部構成の長編小説を書くことを始める。題名は、不及の人民。第一部は1976年に完成。退院入院を繰り返しながらも創作を続けた。四人組の逮捕につれて、抑圧されていた社会的状況が改善される中、クレミナミセイは、 勝つことが事故を踏ん起こさせて、歴史を題材とした長編小説を創作したことを知り、玉井映画製作所を頼りに、李勝つことの居場所を突き止めようとした。こうして、勝つことの普及の人民は注目され、第一部の出版が決定する。出版社は、北京青年出版社と関東人民出版社の両方から同時に出版することになった。第一部の編集は、 中国青年出版社の正体より、付属の創作部屋で行われるようになる。毎日深夜2時まで編集を続ける中、第2部の創作に向けた情景や人物の構想も考えていた。彼は出版社の編集部に長編小説、人民について思うことを書いた。そこで次のように言った。文学は厳粛な作業であり、そのために代価を支払う価値がある。 文学芸術は創作と同義語、私は一律の線にまだ一辺を付け加えることはしたくない。同じ頃、鬼神夜のことしは再び撮影に入る。電報から原稿の催しが相次いでくる中、昼はネギ油餅一つだけを口にし、休むことなく時間の最大限を執筆に費やした。 5月26日午後2時から4時の間に、開校中に突然の大一決に襲われ、世を去った。題名、不及の人民は、勝つことが最終的に苦慮の中考えた、歴史の改正に変更されて、1981年に中国青年出版社と関東人民出版社で、同時出版された。また、利勝ことの死からわずか1年の1980年に、 映画、キシンヤの今年が全国放映となり、香港及び国際の映画祭に出品される。1983年8月1日、キシンヤの今年の脚本は、見事、第1回中国人民解放軍文芸賞を獲得する。52歳の李カ一1978年夫人、楊錦と友人の娘と撮った写真李カ子との著作1。 中国現代文学館編、演祭代表作中国現代文学百科は七つ、出版社に、岡田秀樹イコール役編、地の報復、ゆまに、書房241ページ3、李子妃、李慶子子、両山町、聖一、牛なぎさ、楊二式、楊子は、交渉編、李科追研究資料、花城出版社4、劉若月霊主編、陳琴と編、 演載作品集北京文芸出版社ありがとうございます。